皆さんこんにちは、ゆりチャンネルの一生です。今日は彼女にナース服姿で看病してほしいと頼んだらしてくれるのか検証を仕掛けていきたいと思います。よいしょ、イエーイ。実は今本当に風邪気味で熱もあって、しかも鼻声だしね。だけどゆりながナース服姿で看病してくれたらすぐ治るんじゃないかなと思ったんだよね。なのでじゃーん、ナース服を買ってきました。イエーイ。これを着たら絶対にゆりな可愛いと思うの。普段これを着てって頼んだら着てくれないだろうけど、このタイミングだったら着てくれるかなっていう風に思って、でゆりなにはあらかじめ LINE でね、熱が出たっていう風に言ってて、今帰ってきてるみたいなので、帰ったら早速ねこれを見せてお願いしてみようと思います。みんなもナース姿のゆるなを見るのが楽しみだと思うので、ぜひ最後まで見てみてください。それではレッツゴー。じゃあそれでは今寝室に来てるんですけど、ゆるなが帰ってくるまで寝ておきたいと思います。実際にねこんな感じで寝てるので、今から寝ていきます。あ、でナース服はここに置いときます。はぁ、暑い。あとどれくらいで帰ってくるの。ありがとう、電気つけてくれ。うん、ありがとう、買ってきてくれて、マジで。うん、今家ビタを持ってきてくれてるので、来たら私に行きます。はぁ、ありがとう。あ、冷たい、気持ちいい。2年ぶりに引っ張ったんだろ。でもまだしんどい。うん、大丈夫。うん、めっちゃ熱くない？うん、やばいよね、めっちゃ熱い、超熱い。あー、これじゃ絶対治んないわ。病院行く？いや、病院はめんどくさいな。しんどいもん、病院行くのまで。そうだよね。あ、どうすればいいんだろう、こういう時。あ、でもあれだな、これとか。これでこれを着て看病してくれたらすぐ治るかも。え、何これ、ナース服？そう、ナース服いつ買ったの？さ、でも本当に熱はあるんだよ。うん、暑いもん。暑いだけど、これ着て看病してくれたらすぐ治ると思う。着てくれる？頭大丈夫？うん、いろんな意味でおかしいんじゃない、頭。まあいいっすけど、別に着たら絶対にさ、すぐ治ると思う。ナース服着たら治るの、風邪って。治るよ、そうやって書いてあったもん。絶対嘘。そうそうそう、いいけど、治るんだったら。うん、どうってかぶるの、これ。あ、ぽいぽいね。これ着るの？うん、あっちで着替えてよ。なんか登場してきて。うん、ここは病院の病室ね。変態？うん、変態。いい感じに向こうで着替えさすことができました。変態じゃないよ。早く食べさせてもらいたいです。着替えたよ。え？マジ？めっちゃ可愛いんだけど。ナースさんだ。え、ボスとこれでいいのかな？うん、合ってると思うよ。可愛い。可愛い。うん。じゃーん。可愛い。ちょっと透けてない？大丈夫？うん、可愛い。恥ずかしいんだけど。めっちゃ似合ってるよ、ボス。何これ？え、超似合ってる。患者さんごっこ。そう、患者さんごっこ。本当に治るの？ああ、看病してほしい。じゃあお熱を測ります。だけど体温計ないから。そうだね。あ、何これ。ほっぺ系。ほっぺ系。37.8 かな。結構高いな。じゃあ良くなってください。はい、何買ってきてくれたの。おお、チョコラベイビー。
ちょっとお薬です。お薬飲みたいです。お薬飲んでいい子になってください。お薬飲みたいです。はい起き上がれる。おいしい、はい、飲めました。じゃあ、マジめっちゃいいこれ、超嬉しい。美味しそうでしょ。うん、美味しそう。食べれる？食べます？あー、しんどい。起き上がって、はい、出させてあげるけど、うん、はい、うまい。美味しいですか？美味しいです。治ってきた？うん、まだ治らない。うん、かわいい。たくさん食べないと治らないよ。うん、たくさん食べさせてください。はい、ちょうどお腹空いてた。ほんと？うん、一人でずっと寝てた。うん、みんな遅くなっちゃって帰ってたの。うん、鼻声だね、すごい。そう、鼻水と、うん、喉が痛い。吐いたりはしてない？うん、車ないからさ、病院まで行くのも大変だね。うん、それどれぐらいで治るかな。一日寝てれば治ると思う。これゆるのは着る意味ある？うん、めっちゃある。多分着てなかったら2日ぐらい寝ないかな。本当に？うん、でも治す服一回着てみたかった。うん、めっちゃ可愛いよ。最後の一口。はい、食べれました。うん、お疲れ様でした。まだお腹空いてる？うん、空いてる。おかゆ買ってきた、食べる？おかゆ食べたい。うん、うん、作ってくれね。うん、お願いします。待ってるね。うん、消す電気。うん、いいよ、このままで。めっちゃ可愛かったね。これもう動画回ってなかったら話して撮ったわ。ということで、今はゆりながおかゆを作ってくれてるところなので、それまで待っていきたいと思います。おやすみなさい。完成したみたいなから寝ていきます。起きた。まずこれ。何これ？アクエリアス。飲んで。ありがとう。ちょっと熱い。ちょっと熱い。うん。うん。これが日本人スタイル？日本人スタイル。ジカーとさ、おかゆなんて食べたことないからさ。うん。うん？おかゆうまっ。すごい。ちょっと味薄いけど。あ、全然うまいよ。本当？うん。うまい。目がトロンってしてる。トロンしてる。うん、大丈夫。風邪ひくと俺目トロンってなると。スマホ触ってちゃダメだよ、治らないから。そうなの？うん、分かった。寝てなきゃ。帽子取ってもいい？うん、うん、帽子取ったら俺のさ、熱が治らなくなっちゃう。治らなくなっちゃう。うん、めっちゃ温まる。温まって。最近外寒いもんね。そう、寒暖差が変なの。なんかもう鼻声めっちゃね。これ食べたらいっぱい寝てね。うん、やっぱり食べてもらうとさ、もっと美味しい。食べさせてもらうとでしょ。あれ、俺今何て言った？食べてもらうと。間違えた。すぐ食べちゃったね。もう食欲あったからよかった。これで食欲なかったらさ、大変大変。うん、俺ね、風邪ひいてもね、食欲はあるんだよね。めっちゃいいことだよ。うん、最後の一口。うまい、これマジで。うまい。美味しかった。じゃあ寝てて、ずっと。もう寝る。熱もちょっと引いてきた気がする。ほんと？うん。絶対ゆるながさ、ナース姿でさ、看病してくれたおかげだ。関係あるかな？うん、関係ある。寝たいだけじゃん、僕。うん。え、もうない？何も。うん、もうない。あなた？うん。なんかでも熱ってさ、体痛くなる？痛くなる。だよね。なんかマッサージでもしてほしいな。いで。これちょっとして。あー、気持ちいい。ちょっと凝ってますね。気持ちいい。マッサージしてくれるだけでもすごい体力回復すると思う。本当に？本当本当。なんか体軽くなってきたもん。暑いよ俺。あったかいよ。あったかい。うん、今日だけ人工回路だ。ピピタも貼ってくれたし、ご飯も食べさせてくれたし、うん、ナース姿にもなってくれたし、うん、もう復活。よかった。早く元気になって。うん、ありがとう。クリスマスがまさにすごいんで、ちろっと呼んでもらいたいんだけど。違うよ、違うよ。ちゃんと体が痛い、もう。8、9、
ちはぁ、疲れた。ゆいちゃん、お茶飲みたい。わがままお茶飲みたい。分かったから、寝てて。寝る。うん。あ、寝てなかったでしょ、今。うん、寝てる。はい、持ってきたよ。ありがとう。ええな。痛い痛いよ。うわ。弱くポンってやっただけじゃん。うん、ごめん。ああ、もうこれで寝たら絶対治る。よかった。いや、乗っちゃってるな。待って。何？待って。何？ちょっとベッドの中入って。寝ないと治んないよ。そうだけどさ。うん。まだ行かないでほしい。うん、いいけど。うん。今日もすごい可愛いよ。ありがとう。一番可愛い。ナースウィークだから。風以外にもいろんなとこ看病してほしいな。え？うん？何を？他にも。調子乗りすぎ。